こんばんは、東大阪新聞チャンネルの時間が参りました、本日は記者の小川秀人が担当を務めさせていただきます、今日の放送の分のオンエアはですね、11月25日の木曜日に放映されますので、そこからあとは365日見られますので、本日のお客様は東大阪市会議員の議員さんであります中西信弘さん、お招きしましたので、はい、よろしくお願いします。お願いします。こんばんは、皆さん、どうも、はじめまして。3期目を今務めておられる、ややベテランのそうですね、中途半端なベテランです。いやいや、そんなことはないですけどね。氷田山に事務所を構えておられてね、お家の隣ですかね。で、はい、まあ固い地盤で、再来年の選挙をまたなんとか行こうというね、頑張っていただけると思います。まあ、今日はですね、前にも、お仲間でもある野田翔子さんにもね来ていただいて、いろんなことを喋っていただきましたけど、今日は中西さんに、よく議員がまあぐっと真面目にいろいろやってる人もいれば、そうじゃない人もいるみたいでよくわかりませんが、議員というのは、市会議員って一体どういう仕事をしてるんだと、で自分の場合はどうなんだということをね、ちょっとわかりやすくお話ししていただきたいと思います。ではよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よくね、市会議員何してんねんと言われるんですよ。で、まあ、大体マスコミにね登場する場合にはね、女性の問題か金の問題というような スキャンダルでね、まあ、登場することが多いんでね、お前ら普段何してんねんとよく言われるんです。で、まあ、この仕事はね、本当何時から何時まで何をせんとあかんという仕事じゃないんで、本当に365日仕事をしてるんやけど、まあそうでもないなというようなところもあってね、まあヤクザな商売だなというふうにまあ考えてるんですけども、その中でね、私は市会議員ってね、まあ、大きくはね、やっぱり3つほど仕事があるかなというふうにまあ考えてるんです。で、その一つはね、まず何よりもこの市民の皆さんが何を要望して、行政に何を要望してねしてるかという辺がね重要だよ。で、まあ、例えば道路の舗装を直して欲しいとかね、ここにミラーをつけて欲しいとか、まあ、そういった市民要望ですよね。それを議員にされることが多い。で、また中学校の給食も、今は実現したんですがね、ちょっと前までは中学校の給食もなかった。だからそれをなんとかやってほしいというようなんです、まあ、そういった要望をですね、まあ、議員を通じて、まあ、行政に届けるというのは、これは議員としてやっぱり一番大事なことかもしれんなというふうにまあ考えています。しかしね、議員ってそれだけでええんかなというのがあってね、往々にしてそういう議員は行政に顔が利くと仕事ができるというように言われることがよくあったんですが、私はまあそれだけが議員の仕事かなというとちょっと違うんじゃないかなというふうにまあ考えていますね。それとあと行政のねチェックというのをよく言うんですね。これなんでその行政のチェックというかというと、我々も市長もですね、市民からまあ選挙で選ばれると。で、そういうような、二元代表制になってるんだけども、その市長と議員の関係がね、まあ、対等かというとね、決して対等じゃなくて、市長はやっぱり非常に権限が強いんですよね。だからその市長がほっといたら何をするかわからんということで、まあ、それを議員がチェックするというね、まあ、行政のチェックですよね。まあ、それが市会議員の大きな仕事やと言われるんです。それは間違いないんですがね、それがややもするとやっぱり行政との職員との関係でいうとね、行政もその議員に気を使うで、議員もその行政の職員に対して上から目線でものを言うというようなことがあってね、私はもうこれは私はまあ大事な仕事のうちやけども、それが議員として全てかというと決してそうじゃないというふうにまあ考えているんです。で、やっぱりね、私はね、もっともっとこの
政策に関わっていくということがね、やっぱり議員として大事かなというふうにまあ考えているんですわ。で、その政策に関わるというのはやっぱり議会というのは、まあ、ある意味立法府ですんでね、だから市でいうと条例を作るというのは大きなその市 の, 議会の仕事なんですけれども、まあ立法するんです、条例をね議決するんやけども、さて条例案がその議員から出るかというとですね、これは決してね、条例の案が議会から出るというのは、例えば議員の報酬とかね、議員の定数とか自分 の, 身分に関わるようなことは 議員からね条例提案するんやけども、さて市民の生活に関わることというと条例提案というのはほとんどないんです。ほとんどない。それはなぜかというとね、まず一つにはね、予算の提案権というのはないんでね、だから予算の提案はやっぱり市長の権限ですからね、でその市長が出した予算案について議決するのは、議会の仕事なんですけども、まあ予算の提案権がないから、まあ、条例案出してもね、それが実際予算の裏付けがないということで言うと、ちょっとまあ議員が条例提案してもどうかなという部分もあったりしてね、なかなかその議員が議会が条例提案するということはないんですね。だからその辺のところは私はやっぱり大きな問題かなというふうに考えているんで、もっともっとその政策に関わっていくということが私は議員として大事かなというふうにまあ考えています。はい、まあ、ちょっといったそういったところで、はい、お願いしますわ。司法行政立法というけども、この何ですか、衆議院議員の場合には、まあ、代議士といわれるね、代議権があるという、参議院と大きく違う。で、立法を法律を作って、でそれを議会にかけて、それを制度化していくという、まあ、大きな仕事がありますね。それと予算とね、この2つですよね、衆議院議員の場合はね、まあ、他にもありますけども。で、市議会議員の場合はどうなんですか、その立法、まあ、中西さんの場合は、政策は任しといてっていつもおっしゃってるけれども、そのそういうね、政策はイコール立法でもないだろうし、その辺はどうなんでしょう。ね、やっぱり市民生活というのはね、やっぱり条例でね、運営されるところがあってね、条例というのは非常に大事なんです。それで条例を議決するのは議会、まあ、議員の権能なんでね、だからそれは非常に重要なんですけども、まあ、実際問題としてそれにどう関わっているかというと、なかなか関わってないというのがまあ現状なんですよね。で、まあ、私はね、私はまあ一人会派ということでね、少数会派なんで、条例の提案権というのはないんですよ。条例の提案権というのは東大阪でいうと3人以上だったかな、だったら条例の提案権があるし、まあ、条例の提案ができても多数の議決が必要やから、やっぱりその数というのは非常に大事なんですけどね、そういう中でその我々がその政策にどう絡むかということはね、それは逆に言うとね、行政ともっとしっかりしっかりこうタッグを組んでね、で行政が出すその条例案、行政が作るこの政策にもっともっとそれを関与していく、ブラッシングしていくというのが私は議員として大事な仕事なんじゃないかなというふうにまあ考えているんですね。だからそういうことで言うと、まあ議会でその、まあ、本会議質問をするというのは私は非常に大事にやってるんです。で、まあ、本会議質問に関しては年4回ある本会議でほぼ毎回やっています。でこれ毎回やってる議員というのはね、まあ、今のところうちの議会では3人かな、まあ、3人がまあそうして毎回毎回本会議で質問をやってるんですけども、それは私は非常に大事なことかなというふうにまあ考えているんです。はい。で、まあ、あとは議員はね、その行政が何を考えているのかと、行政が今どういうことをしようとしているのかというところをね、
しっかりと、まあ、市民の人に知ってもらうということは、これは非常に大事かなというふうに、まあ、考えているんです。で、まあ、その中で私は、2期目の時には、ね、毎月市政報告会やったんですが、まあ、この3期目になってコロナで、ね、集会ができなくなってまだずっとやってないんですけれども、議会報告というのは大事かなというふうに、まあ、考えています。ただ今はね、 YouTube とかそういう媒体があって、まあ、市政報告の形もね、変わってくるのかなというふうに、まあ、考えてるんですけども、まあ、市政報告というのは非常に大事かなというふうに、まあ、考えています。とりわけ、今回コロナがあってね、でコロナで、まあ、いろいろ支援策も出ました。でそれが市民の人が十分それを承知してるのかなというのがあって、まあ、それをしっかりと伝えるということはね、私はすごく大事にやったんです。で、まあ、去年の4月からずっとその活動をやってましてね、で、まあ、ちょっと今日フリップ持ってきたんですけども、どうぞ見えるかな、これは特別定額給付金と家賃支援給付金のね、情報を、まあ、皆さんにお伝えするための、まあ、ペーパーなんですけども、まあ、こういったものも、まあ、作ってました。で、まあ、あとは感染情報ですよね、コロナの感染情報なんですけども、これは実は毎日ちょっと更新やってましてね、これ結構、これペーパーで、あれはいつも手紙で郵送してるんですか？いや、郵送やってません。これは届けてません。外の、掲示板に貼ってね、ほんで、釣っとくんです。いつも封筒なんか入れてる。いえいえ、それをやってない。でだから釣ったやつを市民の人が持っていくというような形でやっています。なるほどね。それはこれは実は今日の感染情報なんですけどね、はいはい、これ感染の第1波、第2波、第3波、第4波、今第5波でも、第5波も今すごくこうね、波が小さくなったんですけども、これが大阪府の数字ですよね。でこれが全国の数字なんです。大阪府何人ですか今日は？はい、今日は出てないの、まだ今日、これ25日、あ、これはね、前の日の情報が最新なんです。あ、24日2人東大阪市。そうなんです、はい。もうね、第5波もね、本当もう収束に近づいてるんですが、まあ、これはまあ第6波が来るだろうというような予測もされてるんです。東京で5人でしたもんね、昨日。そうですね。いや、で、いいことだけど、大阪がね、その中で全国ですごく減ってるんですけどね、大阪が実は今、東京よりもね、倍ぐらいあってね、なおかつまだ多いんですよね。だからこの大阪の感染者数というのは、これちょっとまだ大きな問題が残ってるのかなというふうに考えてるんですけども、まあ、こういうふうに今収束しつつあります。で、まあ、この収束は、まあ、ワクチンの、まあ、接種が進んだということもあってね、で高齢者は今9割方接種進んでるんです。だから高齢者の感染陽性者数がぐっと減っています。はい、まあ、今若い人を中心にですね、まあ、接種を進めようということで今やっています。はい、その辺 のワクチンの接種情報もこれ、毎日更新をしています。はい、まあ、そういったことをねしてるんですけども、まあまあ、これで したからいいということではないんですけども、まあ、こういう形でその市民の人にいろんな行政の情報を知ってもらうということは、まあ、非常に大事かなというふうに、まあ、考えてるんです。はい、一人会派のね、悩みっていうのは大きいんでしょうけど。ありますね。1期目、2期目も一人会派ですか？ね、私はね、1期目の時はね、リベラルという会派でね、何やったかな、あれ、7人だったかな。それで、その後、ナルトさんという人と2人出てね、2人会派になったんです。うん、で、まあ、今回、いろんなことがあってね、3期目通った時に、3人会派にしようと思ってね、やったんですけど、ちょっとそれは成功せずに済んで、で、まあ、結局一人会派になって、またもう一回ゼロからやり直すということで、まあ、やったんですけども、はい、いろいろ他の会派からのお誘いもあるんじゃないですか？そうですね、まあ、政党に入ってないからね、うん、
まあ、政党は例えば今だったら自民と公明が10名ずつで一番多い会派になってますし、3番目が大阪維新の会派で、4番目が共産ということ、まあ、その辺はもう政党に入ってないとね、もう入るということはないんで。維新は何人ですか？維新はね、今8になったかな。8も8になったかな、はい、はい、そんな感じですね、はい。まあ、そういう中で、だから私は政策をね、こう作るということを、まあ、政策に関わるということをね、非常に、まあ、議員活動の中でね、大事にしてきたし、これからも大事にしたいなというのは考えてるんですけれども、その中でね、まあ、いろんなこう議会の中で質問もしたんですけども、結構ね、それがね、政策を実現しているというようなこともあったりするんですね。それはどういうことかというと、やっぱり行政といろんなこうやり取りをする中で、それは違うよ、これはこっちの方がええんちゃうかとか、これはこうした方がええんちゃうかというね、そういう議論の中で出来上がってきたものっていうのは結構あるんですね。例えばね、私がその議会の中で質問して、それで実現したものの一つにはね、こんなんがあるんですわ。100年企業というか、長寿企業ね、長く続いた会社をもっともっと大事にして、でそれを世間にね、知ってもらって、でまたそれは100年続くということが他の会社にとっても非常に有益になるんでね、だからその100年企業を検証したらどうかということをね、まあ言うたんです。でそれはまあ100年企業の検証ということで、50周年の事業として冊子になったんですね。まあ、それは私もやってよかったなという、まあ、感じるところですね。で、まあ、あとはね、政策にでもね、別に自分が言うたからって、それだけで政策なるものばかりじゃないんですよね。やっぱりそれによってまたいろんな議会の中で、また行政の中でいろいろこう議論して揉んでいって政策になっていくということでね、最近ではね、私はコロナの感染症のね、支援策の一つとして市独自で商品券事業をしたんです。80億という大きな金額のやったんですけども、これは商品券事業どうだという提案は させてもらいました。で、まあそれはそれで行政の中でいろいろもんで実現もやったんですけれどもね、まあ、そういう形でいろいろこう活動していく中で、まあ、議会で発言する、本会議で発言するということは非常に、まあ、大事かなというふうには考えてるんですよね、はい。まあ、先ほど行政のそれからいろんな会派の、ね、人数の多いところ、まあ、数字は力でもあるし、やっぱりその、まあ、いろいろこうね、大勢の会派から行政から、中西さんの方に寄ってきていろいろ相談があったりね、まあ、そういう中で、やっぱり悩みはいろいろありますか？そうですね、まあ行政の人がね、別に私のところに来てどうのこうのというのはないんですよね、特にね。で、私も行政との関係でいうと、別につかず離れずの関係はいつも保ってますからね。だからそういう中でこうお互い切磋琢磨してこう政策を作っていくということのね、まあ、重要性をすごく感じてるんだけどね。それとね、私はもっともっと市民の人とね、一緒に活動やろうということで今いろんなことやってるんですよ。で、その自分もその大きな政策のね、柱というのがあるんですけども、その中でね、時間大丈夫ですね。大丈夫です。スポーツのまちづくりというのをやってるんですけどね、スポーツの良さをまちづくりに生かそうということで今やってるんですけども、その中で特にプロスポーツをね、もっと活用して、それで市を盛り上げようということで、今女子のプロバスケットボールチームを作ろうということでね、市民の皆さんと活動をやってます。でこれはね、
いい形で進んでましてね、実現したらその我々の活動がまあベースになってるなということなんですけども、あと我々その市民団体で今やってるのはアリーナを作ろうということをやってるんです。それは何かというとインドアスポーツの拠点を作りたいということでね、でアウトドアスポーツは花園のラグビー場があってね、そこがまあアウトドアスポーツの拠点になって、今はサッカー、ラグビーで、またウィルチェアスポーツね、まあ、その辺が拠点、それ野球ですね、野球も拠点になってるんですけども、インドアの拠点になるべき体育館というのはね、実はあんまりないんですよ。でその体育館もね、その市民スポーツのために使うということだけじゃなくて、もっともっとその町づくりの拠点になるようなね、体育館を作ろうということで今いろいろやってるんです。はい、まあ、これは実現したら面白いなというふうに考えていますし、今立地としてね、実は今庁舎の前にイオンというのがあったんやけど、はい、あれが撤退してね、あそこが今空き地になるんです。もう今だいぶ解体済んでるんですけども、あそこはね、実はその交通の要衝でしてね、高速道路もいいし、で鉄道もいい、でまあある意味その関西でも有数の立地なんですよね。リニアモーターカーが来るとかいう話は、リニアモーターカーじゃない、そうだね、はい、リニアモーターカーじゃなくて、あれですわ、モノレールですか。モノレールね、モノレールの駅もできるんです、はい、だからそういうことで言うたら、モノレールは決まってるんですよね。決まってるんです、はい、今やってますね、はい、壊してますね。あそこにね、駅ができるんです、はいはい、で駅と一緒にじゃあそこどう使うかということが今ね大きなテーマなんですが、あそこ実は府の土地なんですよ。だから府、うん、大阪府の土地でね、大阪我々の市の土地だったらそこを何に使うかということをね、市の考え方でできるんだけども、いかんせん府の土地やから人の土地のことをね、とやかく言うのはなかなか難しいんですが、府もね、あそこは活性化に資するようなものにしようということでね、いい場所だからね、はい、で吉村さんと話したらいかがでしょう。そうですね、まあ、吉村さんがどうなんかよく分からへんけどね、うん、アリーナをあそこに作ったらね、必ずや市 の発展にね資するのは間違いないというふうに私は確信にやってるんです。でね、ご存知だと思うんですけど、うちの新聞でもちょっと書いたけど、なんだっけな、峰明美さんか、東大阪ブランド、アドバイザーじゃなくて大使ね、に選ばれて、市長からそういう鍵の形したね、まあいろいろ発展のためにお願いしたいということで、でこの人はアフリカに大変縁があるんです、タンザニアに。で他の人たちのね、グループがね、なんだ、台湾とかタイとかからね、テレビ局だったり市民団体で日本に来て、日本の子どもたちと交流するサッカーの大会とか全部ダメになっちゃったのね、コロナでね、はいはい、で来年ね、世界子どもサッカー大会っていうのがあるらしいんですよ。でそれを東大阪でやると、そうするとあそこつくね、花園でと、でその東ブランド大使になってる峰さんね、峰明美さん、去年大使になったのかな、で大変行動力もあるんで、まあそれはいずれ進んでいくと思うんですけどね。ですから、まあ、それは花園使えるんだけど、まあ、今おっしゃるね、インドアのね、やっぱりとてもいいことですよね、今はないからね。そうなんですよ。で人もそれはね、それなりの方向へ向かってるんですか。これはね、なかなかね、難しいことがたくさんあってね、はい、まだまだハードルは高いんですけども、ハードルがね、はい、でも実現でやっていけばね、はい、そうか、まあなんて言ってもね、スポーツというのはね、町づくりにね、すごくね、役に立つんです。で私もね、実はバスケットボールをやってましてね、やったんです。でね、もう中学高校大学とね、もうバスケットばっかりも一生懸命やったんですよね、うん、それがね、やっぱり今のね、生きる力になってるんですわ、うん、だからそういう競技スポーツをねやるっていうのはね、やっぱり限界までやるということで、すごくね、その人生にとってね、
役に立つ、本当にしんどい時にこう力になるということで言うとね、役に立つ。またね、自分がするスポーツで言うとね、障害スポーツと言うて、年齢に応じて、また自分の趣味に応じて、自分の好みに応じて、ゆったりとゆっくりとね、楽しむというスポーツね。障害スポーツはね、これまた重要なんですので、健康寿命を伸ばすということでも重要ですしね、これも大事なんです。ただしそれはするスポーツでね、だ スポーツというのは見る、支えるという側面があってね、例えばいいプレー、一流のプレーを見たら、みんなが感動するし、そうそうそうですよね、オリンピックも良かったですね、本当ね、良かったですね。ほんで一体感ができますよね。ほんで自分の所属するチームのその選手が活躍するとね、やっぱり嬉しいんですね。そういうアイデンティティというのは あるんですよね。だからそのスポーツというのはそういう側面でいうと経済的な効果もあるし、またそういう一体感を作るという、ね、効果もあるし、いろんな側面を持ってるんですよね。だからそういったものをもっともっと生かして、まちづくりに生かしたらどうかということをね。で、まあスポーツのまちづくりというのも本市がね、今取り組んでいることですし、はい、だからぜひその方向で私もですね、一生懸命こうやりたいなと思います。特にね、はい、女子のね、バスケットね、はいはい、オリンピックで銀メダル取った。そうでしょ、あれはね、びっくりしました。感動しましたね、あれはね。びっくりしたよ、本当に。感動しましたね。アメリカにはさすがに負けたよね、はいはいはい。アメリカに勝っちゃまずいことはないけど、この銀取ったっていうのはね、すごいことです。すごいことでしたね、あれね。男のフェンシングのもね、すごいですよ。はいはい、大体フランスとかあっちのお家芸なんだから、はいはい、ね、あんまりいろんなもんで金取っちゃうのもどうかなと思うけどね、余計なこと言えばね。でも女子のバスケはすごい。すごかったね、あれね。あれはすごいやっぱり。だからその勢いっていうのはまた次のね、フランス大会にもずっと続くと思うしね。そうですね。だからこれなんか街全体のモチベーションにもなるしね。そうですね。これアンダーいくつ、ね、いくとかいくつもチームを作っていくでしょうし、いずれね、はい、まあ、プロもあればアマもあるでしょうしね。それでね、今のねプロバスケットボールのチームというのはね、W リーグという、まあ、これはプロというか、まあ、企業がね作ってるチームなんですけども、うん、これはね実は関東中部に、ね、多いんですよ、うん、で関西全然ないんです、うん、関東中部、はい、だからもうぜひ関西に作って、今年の、ね、4月、ごめんなさい、来年の4月からね姫路にできるんですよ、うん、一つね。で大阪もぜひ作りたいし、そこから西は全くないんでね。だからこれができたら大阪も活気づくしね。大阪っていうか東大阪ですか、ね、東大阪でやりたいです ね、はい、別に両方あったっていいんでしょ。東大阪両方あっても全然 OK ですが、まあそれほどね、まだまだ運営するのが大変なんでね、人口もね。そうですね、まあ、だからまあそれは大阪、東大阪どちらかでまあそれをね作ってやりたいなと考えています。ジェネラルマネージャーになろうってなもんです。いや、もうそういうことは全然ないんですよ。で私は別にね、何が私がそれをすることによってね、自分が得するかとかそんな全くないんでね、だから客観的にこの今のスポーツの活性化というのがこの町の活性化になるというふうにね、考えてるからね、私はぜひこれは実現したいなというふうに今。それは大変素晴らしいね。やっぱ花園のね、ラグビー場もすごいし、もうアメラグでも何でもできるわけだからね、サッカーからね、ラグビーから。で、あれはあれで立派に、もう世界中に伝わってるし。で、今度これ作ったらね、女子プロの影響力でね、いいと思いますね、すごく。はい、あとね、はい、60秒ぐらいありますんで、はいはい、また言い足りないことがあると思うんで、思い切り言ってください。そうですね、私は本当55から、ね、議員スタートしたんですよ。ほで、2回目の選挙で、ね、落選してね、ほで 3回目の選挙でまた通してもらったんです。だから本当に私すごいこう議員という仕事をさせてもらってね、もう感謝やってるんですよ。仕事させてもらってるなというふうにね思ってるんでね、ぜひまちづくりということの先頭に立ってね、これからもちょっと精一杯やりたいなと、まあ考えています。今還暦ですか。はい、還暦、うん、とんでもない、もう69なんです私。本当、はい、だって50で、はい、あ、55、4年か55でね。あ、55で、ね、はい、55で
通してもらったんです。はい、70も。そうです。もう来年でね。70になるんです。はい、若いね。俺も頑張ります。私も75だけどね、来年。そうですか。いや、もうこれから高齢化の社会ですからね。いやもう高齢じゃない、もう7掛けでいいんです。はいはい、そうやね。70歳ったら50歳。はい、まあ、その高齢社会の先頭に立って頑張りますんで、皆さん、これからもよろしくお願いします。